こんにちは、プロトです。今日は、前回の動画の続きってことで、金策動画の続きだね、をやっていきます。前の動画で、金策の極意っていうことで話したと思うんですけど、金策をするためには何が一番大事なのかっていうのを前回の動画でやりました。それは、目標を定めるっていうことでしたね。で、その中で俺は1500万ゴールドを貯めるぜっていうことを決意しました。この決意するっていうのが大事です。決意しないとまず始まらないから。そうしないと、ちょっとお金が貯まるたんびに、ちょろちょろと買い物をしてですね、他の装備を手に入れて、わーいとか言って遊んじゃうようなね、人が誕生します。一体誰のことかな？それは俺でした。だから俺はお金がたまらない人です。そんなわけで、1500万ゴールド貯めるまでは別のものには使わないぜっていう方向でやっていくっていうことで、まずやったことは、いらないものを処分するっていうことですね。それをやった結果どうなったのか、その結果ですね、お見せしましょう。バドンと。548万ゴールド。いらないものを処分して、なんだっけな、この福引券、もう全部使い切って、ボスコインをバザーに出したりして、他には何したかな。動画のコメントにいただいてたんですけども、ハッピーハートね、ハッピーハートとかも売ったりして、お出かけツールの牧場にめっちゃあったんで、それ持ってきて店売りしました、などなどをしたということですね。そしたら、200万ぐらいだったと思うんですけど、そこからこの500万ぐらいまでやってきたっていう感じですね。というわけで、残りあと1000万ゴールドを貯めていこうかなというところです。で、基本的にやってるのは、あれね、日替わり討伐の4万ゴールドと、あと、オーブ金策。あれですね、狂戦士の書で、狂モードで、これ全部開けてきました。これ全部開けると、オーブが大体28個やったかな、28個ぐらいもらえるので、それだけでもね、14、5万、もうちょっといくかな、大体1個5000で計算したところで14万ぐらいのものになるので、それと日替わりで大体20万ゴールドでしょ。で、残りを何をするかっていうところですね。というわけで、今日は今この格好なのは盗賊。今日は盗賊で盗んでいこうかなと思います。で、何を盗むのかっていうところなんですけども、これがですね、金策をする前に何をしたらお金が儲かんねんっていうところをですね、考える時にはやっぱバザーっていうものが大事ですね。バザーね、バザー行って、惣菜適当に見ていくんですよ。こういっぱいあるから、だいたい今いくらぐらいなのかなっていうの、ナドライト鉱石が9000とかあるなとか、アステライトは下がり気味だなと、そんな感じでかつて高かったものとか見ていくわけですよ。結構高いねと、ヘビーメタルは安くなってるなとか、な感じで見ていくと、たまにお宝が出てくるんですね。現場石がなんでこんなに値上がってんねんみたいなね。そういうのが分かってくると。定期的に、アップデートごととか、何かイベントごととかで、こう、素材を見ていくっていうのは結構大事ですね。これも結構値段戻ってるねとか。そしたら、またアステライトコースのマラソンしても、いいんじゃねとかね、ありますよね。メタカケとか、ちょっとこれ安くなってんなとか、そんな感じで見ていくと、大体ほんでこのなんとか IK はもう店売りがいい、オーブとかも見ていくと
いうようなことをしてるとですね、まあ、お宝が眠っているわけですよ。天竜草、移ろい草は結構下がってきたけど、ふんふんみたいなね、なんつかな、あの店で売ってないやつがね高くなる傾向にありますね。おスライムおしゃれ花、これは高いな。そんな感じでまあ見ていくといいっていうことですね。これなんかあのバザーをたまに覗く習慣をつけておくと何で稼ごうかなって なります。でまあ俺は今日いろいろ見てて、さっき見たあのこのスライムおしゃれ花ですね、これが高いからちょっとこれ気になったんで、これを集めてみようかなと思います。だから今日は盗賊でこのスライムおしゃれ花を狙ってみようということをちょっとやってみようと思います。はい、ということでスライムおしゃれ花を狙いに、やってきました。こことこしえのなんて読む表現表現でいいかなこれ表現まあそこはどうでもいいや。で、ここにやってきました。ここにいるね、そこに目の前にいるこいつ何、これスライムプレス、このスライムプレスっていうやつが落とすみたいです。仲間じゃない、今いるマップで、スライムプレスね、こいつのレアドロにスライムおしゃれ花があるからちょっとこいつをやってみようかなと思います。で、そうやな、大体30分でどれぐらい取れるんかなっていうとこを試したいんで、食事で調整していきましょうか。キオサ肉まんを食べます。じゃあ30分頑張ってみようかなという形ですね。はい、じゃあ一回やってみよう。はい、ドーンと当たってきます。複数出るからヒュースさんと今2人でやってるんですけど、俺 A、ヒュースさん B、 なんかそういうなんか決めといたりですね、止め取れてないけどプロトさん盗めてないですけどプロトさん盗めていない。あ、取れた。で、あとはあのホームさんチャンス必殺来ないか、結構倒すのに時間かかるね。これ僧侶いらん、まあ追ってもいいか、そんなに急ぐ必要もないかと思うので。結構ここいっぱいいるのでいいかなと思うんですけど、必殺チャージ来たわ、俺 C 盗んだ、で C に必殺入れます。両方盗んだ、じゃあ俺は C を消すぜ。出ないね、出ないよ。まあそんな感じでちょっとこの食事が切れるまで30分ねやってみようと思います。果たしてどれぐらい出るのか。盗んだ B、それをまあやってみようと思います。でまあこの30分間こう狩りをしているところを映していくのもあれですよね、見てる方としては苦痛だと思うので、ここでちょっと一旦ワープして30分後の世界を見ていただきたいと思います。はい、30分経ちました。30分経って結果どうなったのかなっていうところなんですけど、さっき何匹倒したって出てたっけ、220ぐらい倒してたから多分100匹ぐらいなんですよね倒したの。
で、100匹中、どれぐらい出たかと言いますと、どこや？ 4 個。なんと、この結果としては4個で、小さな6、63個という結果でした。4個ってことは？ 4%。4%くらい。まあ、なんだろう。8万ボルトぐらいか。8万ないかなっていう。1万発やったっけ、1個。まあ、1個2万としても、8、30分、8万ゴールド？なんかそういう結果に終わりました。はい。で、まあ、敵としては、なんか当たったら2、3匹出るんで、やりやすいっちゃやりやすい。ね。呼ばずにもやれるっていう。まあ、そんな感じで、まあ、戦いやすいは戦いやすい。ちょっと、ドロップ率が悪いかなと。ああ、そうですね。一回なんか普通にメタブラがボボボンって出たので、メタブラの通常ドロップがおしゃれバナなので、もしかするとメタルの香水と一緒にやると いいかもしれないっていう感じ？ただちょっと結果的には残念やったなという感じです。さっきやったのとは別に30分だけまたやってみたんですけど、その時は、ヒューさんなしで、その自分一人で、あとサポだけでっていうので、30分やってきたんですけど、そっちは9個取れました。9個。はい。ということは、どういうことかっていうと、まあ、ヒューさんの盗賊がしょぼかったっていうことですね。なんてね。まあ、そんな、運だと思うんですけど、なんやろ。さっきが4つで、もう1回やった時が、まあ、9個だったから、まあ、だいたい4%から9%の間ぐらいの確率で落とすということが分かりましたが、スライムおしゃれ花はまだ落とす敵がいるんですよね。ということで、ここにやってきたんですけど、まあ、ベリナードの来た、ここの何をやるのかっていうと、こいつ、ベホイムスライムね。はい、これめっちゃ倒してるな。この1308匹倒してるんですけど、こいつをちょっと試してみようかなと思います。こいつも、ベホイムスライムのレアドロがスライムおしゃれバナと。で、なんだ？ツードロが条約層となんかしょっぽいんですけど、まあ、ちょっとこいつ試してみようかなと思います。で、また30分ですね。ちょっとやっていこうかなと思います。よいしょ。じゃあ30分ね。今からやってみようと思います。だからこいつ噂によるとちょっと逃げやすいぜっていうのを聞きましたが、あ、ちょっと待てよ。ルパンの作戦がいろいろやろうぜになってなかった。はい、盗んで。逃げた。やったぜ、条約層。まあ、こんな感じで、ちょっと30分やってみて、どうなるかですよね。どっちがいいのかっていうところですね。逃げても落とすからね。逃がしたとしても、盗むことができていれば落としますと。条約層です。で、なんだろう。ここに、魔戦の比喩さんがいるんですけど、これなんで入れてるのかっていうと、レアドロ装備なんですよね。2.4だったか、なんかそれぐらいの。なので、ちょっと、パーティーに入れているという感じです。あ、盗めたね。盗んだので、倒しましょう。お、逃げられた。が、逃げたけど、落とすってね。まあ、そういう感じです。というのを、まあ、30分やってみようと思いますので、それでは、俺は今からこの30分という苦痛タイムをちょっと過ごしてくるので、はい、動画をご覧のあなたは、
一気に未来に移動することができます。ということで30分後の世界どうぞ。はい、では30分後です。あれから30分経って食事が切れたっていうところですね。で、まあ30分やって倒した数ね、倒した数をちょっと見てみよう。さっき1300くらいやったから80匹くらい倒してる。だけど逃げるんですよね、こいつ。逃げるからそこがカウントされてないけど、逃げるけど盗んだら、盗みが成功してたらそれを落とす確率、可能性があるので、そういうのもろもろ含めると多分100匹ぐらいはやったと思うんですね。30分で100匹以上はいってると思うんですね。こいつ弱いし、さっきのスライムブレスと比べたら。だから若干でも移動が多かったかなっていう感じがします。まあでも大体100匹やってどれぐらい取れたのかと言いますと、いや結構苦痛でしたねこれ。苦痛いや金策やっぱ苦痛なんだけどね、最初に宣言したっていうのは結構でかくて、俺動画で1500万ゴールド貯めますって言ったからやらんとあかんなみたいな感じになって、すごいできるんですよね。だ普段だと絶対しないことをしているという状態です。あでまあどれぐらい取れたのかっていうと、じゃーんと、また4つね、これ4つです。はい、今回はスライムおしゃれ花4つ、こいつも 4% ぐらいってことは、まあ運が良かったんじゃ9ぐらいいくんかなと、10個ぐらいいけるのかなっていう30分で同じでしたね、ドロップ率に関しては。ただこのベリナード領来たってこともあるので、まあ、バージョン1の世界で行ける場所で、まあ、盗みできるから、なんだろう、氷の領海まで行けてない人でもこのスライムおしゃれ花金策はできるねっていう感じです。ただまあ 4% とか 5% あたりだと思うんですよね、ドロップ率が。だからそれを乗り越えてやれるかどうかってとこです。だから30分でこれ4つだから、またもや8万もいってないかなっていうとこですね。8万いってない、1万8000ぐらいなんで、1位これ2万ゴールドとかね超えてたんですけどね。で、スライムブレスの方は小さな鱗も出るからそれも結構ね売れたりするし、まあ、どっちでもいいなっていう感じですね。で、基本的に敵から盗むのはこのペフォイムスライムとスライムブレスしかいない。あとはメタブラとかだけど、あれは常に狙ってっていうのは難しいので、まあ、どっちかでやったらまあまあまあっていう感じですね。盗み金策、うん、もうちょっといいもんがありそうな気がするので、もうちょっと違う敵っていうのを今度やってみようかなと思いました。はい、というわけで今日は、盗賊の盗み金策っていうことでスライムおしゃれ花をやってみました。まああんまり稼げなかったって言ったら稼げなかったんですけど、まあいいかなと、こんなもんかなと、まあ結局金策なんてこういうものでしょうという感じです。コツコツとやってんだよっていう感じですね。で1500万ゴールドまで頑張って貯めたいと思います。はい、それでは、最後までご視聴ありがとうございました。あ、これ1500万ゴールド貯めてんのはあれね、聖守護者の当選期行くためにやってるからね。はい。です。それでは、チャンネル登録とかよろしくお願いします。動画の評価もね、お願いしますね。動画の評価見て判断してるんで、よかったら、この方向でよかったんだなと。あかんかったら、もうちょっと改善の余地があるんだな、みたいな。そういうの分かるんで、ぜひぜひ評価お願いしますのと、あとコメントですね、コメント。コメントを入れてくれると結構嬉しいので、プロトが喜ぶっていうことですね。やったぜって感じでやるので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。